皆さんこんにちは、さえりさこころです。前回マックス村井チャンネルとのコラボ動画を見ていただけましたか？すごかったですね。本当に村井さんかなり上達したなと思いました。今回はですね、村井さんがその上達した秘密、そのレッスン内容をね、動画であるということなんで、早速見てみたいと思います。再生、新井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ最初は腕前をちょっと見たいので、はい、自由に 2,3 発ちょっとボール打ってみてもらっていいですか？わかりました。はい、まずはね、自由を軸がブレブレ、今度はめっちゃ痛いちゃった。こんな感じでしょうか？まあ、いろんなとこ飛んじゃいますよね。最初に覚えるときに、はい、あるグッズを使ってゴルフのスイングを覚えてるんですね。うんうんうん、で、使うグッズがこれ、ビニ傘ただの傘、ほう、はい、傘を使ってるんですけども、ほう、開くんですか？開くので、あ、普通な駅だとなんかこうやって振ってるおやつありますけど、はいはいはいこれをある振り方をするだけでもうゴルフっぽくなっちゃうんですよ。ホワイさんのフォームがかっこよく、ほう、じゃちょっと一回僕がお手本でやってみるので、はい、この傘の先端をゴルフのクラブの頭に見立てて、はいはいはい、でポイントがただボールの方に戻すんじゃなくて、これ傘回ってないですよね。でこれにやりますね、回転を加えるんです。あ、くる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 、肘下の旋回、村井さんはクラブをギュッと握って、うん、頑張って振りますでしょ。おい、どっさいどっさい、はい、やっ、はい、でも三枝心さんの時って遠心力を使うからこういう動きなわけなんですね。はい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 、回ってますでしょ。回ってます回ってます、うん、でそれを村井さんはおりゃってやるから、回らない状態でやるから遠心力になってないんですよ、うん、やろうとしてても。でゴルフのクラブってなんかこうおたまじゃくしみたいになったんでしょ。なってます。何もしないと右側にこれひっくり返っちゃうんですね。うんうんうん、だからこうやって回るようにクラブを振らないと、頑張って振ると右向いちゃいますでしょ、クラブの面が、うん、そうすれば力いっぱい振れば振るほど右に向かってフェースが向いちゃうので、どん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 あっち行っちゃうんですね。ほー、はい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 。で村井さんそれ多分クラブを振る前に嫌がって嫌がる嫌がる勉強ですね。まず村井さんもこうやって持って、うん、持つ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 、そうする、うん、で頑張って上から下にこうやって叩いていきますよ。はい、で、あ、そんな感じだった。そうすると今度は左に行くんですよ。力のないおばちゃんとかおじいちゃんとかに上手な人いますでしょ。いますね。で、そういう人はちゃんとこう傘をくるくるっと回すように、ほら、こう力ほとんど使わずにくるくるっと回りますで、最初はあまり思い切って打ち合うと傘めくれちゃうんで、うん、あ、そうそう、もうそれだけで十分。あ、結構上手にできますね。こういう感じ、うん、あ、うまい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 、そうそうそう、すごい綺麗に傘が回ってる。で、そうやってくるくる回した時に回しやすい握り方がありますよ。さっきみたいにこんな風に握りますよ。あー、そうすると自然な握り方ってのも身につくし、確かにこれがまずね、最初に覚えてるんですね。分かりやすいですね、すごい。肘下の回線とか、はい、プルプルと回った時にずっと低いままだとまずいですよね、うんうん、上にこうやって上げると、あ、ごめんなさい、うん、はい、この手の向きなんとなく覚えてください。すごい窮屈な感じしますけど、変な感じしますよね、はい、で、あとケツもケツも変な感じでそう、ちょっとお尻が少し回るような感じですけども普通に傘差してる人みたいになってで、はい、手のこの中間の部分を中心にしてこうやって回すよ。分かりますか？左手今ちょっと押して右手ちょっと引いてる感じしますでしょ、うん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 、で、それで上手にこの真ん中をくるくるくる、そう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 、うん、フェイスが戻って、足もうちょっと狭い方がやりやすいですね。あ、OK、そうです、うん、上手になってきた。そうです、そうです。ここからこう来て、そう、ここまで来たら、そう、で、ここから先は回さない。ただ、これだときついですよね、上半身で、ここで膝とかかとをちょっと上げてあげて、お腹をちょっと回すとレースクイーンなりしキャディーの気持ちこのポーズを覚えてるんですよね。なんとなく胸の正面に傘がありますでしょ。うん、ただ降りてくるときにぐるぐるぐるっと降りて、あ、つま先頑張って、あ、頑張って、足つりそうだけど頑張ってで体重が左足こう、まあ、乗っと楽なんですけども、今そんな気にしなくていいです。で、これも、こ
こうなるよりもこっちの方が楽ですよね。うんうんうん、ちょっと見ながら、そう、ここを中心にして、はい、くる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 、ここもくる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 、なんかあんまり回せてないです。そうです。これはもう力が入ると逆に回らないんですよ。力をそう抜きながら、そう、ほどいていく感じ。うん、上手上手。できてる、できてる。で、抜く。そう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 。傘につられて、こうやって足が上がると楽な姿勢になってきますね。で、クラブに持ち替えると。ちょうどこう、ボールの前後で、こう描いてるような感じがしますでしょ。くる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 、ボール出す。ゴルフボールっていうのは、まっすぐ打っていかなきゃいけないですね。だから、三枝さんが言ってたこういう動きと、ちょっと話くっつきますでしょ。その時に、ここまで大きくしないで、もうちょっとこの手の中で、くるくるくるってまず動けるんですね。っていう概念をちょっと一切捨てて、じゃあもうちょっと手を広げちゃいましょうか。もっと広げる。あ、そうです。うん、で、左手は押す役目。うん、そう。で、右手は引く役目。で、腕だけでやると、こうやって腕だけは回せますけども、一緒に肩もこうやって動かせますでしょ。そうそうそう。はい。はい、そのまま右腕を伸ばして、返していきます。そう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 。これね。その動き、そうそうそう、ゆっくりやってずっと同じスピードよりもいきますね。ここで肩が、ちゃんと速くなりますね、はい、グンっていきますね。で、グンとなった瞬間に右の肘の力が抜けて伸びると、はい、スピードつきますよ。せーの、よいしょ、そう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 、うん、よいしょ、そう、いいスイング、はい、これで当たるイメージがないんですよね。いいスイング、そう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 、早いそうそうそう、すげえ速くなった。こうやってスピードつけたみたいですね。すごい、いいスイング、すごい、いやー、ここで振るとね、みんな上手くて、そう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 、これが前傾になると急に変わっちゃう。最初のそうです、そう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 、今度下げますね。はい、ここまで下げます。はい、だん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 下げるとが近づいていくんですね。ただし、横に振れないですよね。横に今度縦に上げなきゃいけなくなりますよね。斜めになるから、さっきの水平のやつを斜めでやるバージョンでいくので、はい、して下げていきます、うん、そしたら今度は左手は下方向に押していきますよね、はい、そうすると肩の回転が入るのがあります、うん、この辺と肩の力も出てきますね。そうするとゴルフの振り上げた姿勢になるんですね。これで完璧に、はい、うん、なってますね、はい、ゴルフっぽくないですよね。全然ゴルフっぽくない全然ないですよね、完全にゴルフ、はい、全然ゴルフっぽくない、はい、でも楽ですよね、体勢が、うん、で、このぐらい楽に上げちゃってるんですよ。じゃあもう一回ちょっと戻してみましょう。上げるときは、まあ、いわゆるテコの要領なんですね、うん、右手を支えにして左手で押してあげるとお腹と肩が一緒に回る。じゃあちょっと一緒にやってみましょうか。はい、水平のが今度は斜めになります。そうそうそう、戻して、そう、これは水平でこうやってやってるときは理解できるんです。前傾になっていくとだんだん人間はこう降りていくのに右肩がガーンと出ちゃったりするの、私とか。でそこで戻してきたときに傘のイメージがありましたよね。そうです、そうです、そうそう。さらに、はい、さっきの要領でスピードも上げられますでしょ。上げれる、じゃちょっとビューンと。そうなんですよ、スピードを上げるようにしてみてて、はい、スピードが上がる、キュッと入れるとさ、上がるんですよ、はい、ここで、はい、こうで、そうそうそう、そうですね。おそうすると体スムーズなのよ。すげえ楽になりますよね。本当ボールを打つ前にこういう素振りとか傘とか使って形を作るのはすごく大事だなと思います。実際のショットは構えたところから打たなきゃいけないんで、うん、止まった状態なんですね。そうですね。で今こうここから反動がついて上げてるので、うんうん、構えてから今ぐらいのスピードで上がらなきゃいけないんですよ、うん、だからゆっくりっていうのもっていう感じ。手も頭に入れてる感じ。そう。だから、なるほど。1、ギュン、ギュン、ギュン。そう。OK。
1、ギュン、ギュン、ギュン、さあ、OK、最高、1、ギュン、ギュン、さあ、OK、リスイング、アグリは何回しても OK、そう、OK、おお、筋が違う、ちょっとなんか、ね、良くなってきましたね、ギュン、ギュン、さあ、ギュン、おお、球筋が違う、すげえ、すごい。全然音が変わりましたね。そうそうそう。あの右手は、そうすごい。右はやっぱちゃんと握ってないのがいいのかな。おお、ナイス、今すごい良かった。おお。うわあ。すごいですね。オッケー。うん。オングリーンだって。普通にグリーンが届いたんですよ。マジ？おー、うん、すごい。普通に芯に当たるようになってきた。おお。今のいいショットですか？すごい。すごい。私もゴルフ10年間やって、今またレッスンに改めて通ってるんですが、ボールを無駄にたくさん打つのではなく、こう理論とかこういう風にすると綺麗になるってフォームになるんだよっていうこと、その遠心力を使うために、その肘下の回線、さっきの傘の動きじゃないんですけど、ああいうのを使って遠心力、柔らかく手を使う、ガチガチにならないように、でそのためにはどういうことをやるとそうなるかっていうことを学ぶ、頭で理解する、でそれで初めて実践に行く、で頭ですごく理解することが私はゴルフでは大事じゃないかなって最近特に思っているのでございます。なんでこの村井さんのレッスン、新井さんの教え方はすごく分かりやすくてためになるなと、私も普通に聞き入っちゃってましたね。ぜひ皆さんもゴルフを始める際はクラブではなく傘からやってみるっていうのもいいのではないかと思います。皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。